覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対ブラジル、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子、凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。なあ翼、なんだい？ブラジルも日本もロベルトに関係ある国だろ。この試合は中継も配信もしてるみたいだし、世界のどこかで見てると思うんだ。うん、俺もそう思う。だから頼みがあるんだ翼。な、何？今日の試合、俺のパスで1点決めてくれ。え？翼ほどじゃねえけど、俺だってロベルトの教え子だ。あの頃は下手でどうしようもなかった俺も、こんなに成長したんだってことをロベルトに見せたいんだ。石崎くん、うん、分かった。石崎くんのラストパス待ってるよ。さすが翼、頼んだぜ。でもどうせなら俺のパスを石崎くんが決めたっていいんじゃないかな。俺が？うん、チャンスがあったら考えてみてくれ。分かったぜ、その時は頼むな。行くぞブラジル、行くぞカルロス。かかってこい翼。勝利を掴み取りに来た翼くん、これは必殺のロングショットだ。石崎くん、必殺を知らないゴールを狙う。ケイジーニョくん、翼くん、お箱のヒールリフトだ。ロングパスだ。石崎くん、力をためて強烈な。こんな防ぎ方もあるってね。ケイジーニョくん、ファンタスティックなセーリング。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ロングボールを送る。ここからシュートに持っていく。このトラブルにかろうじて反応。ゴール君に突き刺さった。まさに、へへ、マグネなんて言わせないか。決まった、決まった。なんとブラジルを相手に石崎くんがゴールを決めました。この決勝でこの展開を誰が予想できたでしょうか。そしてそれを演出したのは小学生時代からの盟友、大空翼くん。小学生、中学生と共に戦い優勝を成し遂げてきた2人の力でブラジルゴールを陥落させた。やったやったぜ母ちゃん、俺決勝の世界の舞台でやったんだぜ。やったやったね石崎くん、ナイスゴールだよ。おーよ、これも翼のナイスアシストのおかげだ。うん、石崎くんがこれまでどれだけ頑張ってきたか知ってるんだ。これは石崎くんの努力の結晶だよ。照れるけど、そう言ってくれると嬉しいぜ。思えば、あんなに下手だった俺がこんな世界大会の決勝で得点だなんてな。あの時に翼とロベルトに出会ってなかったら考えられなかっただろうな。俺だってロベルトや石崎くんたちに出会ってなかったらこんなところまで来られなかったと思うよ。
ロベルトのやつ、どっかで俺たちの成長を見て泣いてるんじゃねえか。それが石崎くん、ロベルトはこの試合を間違いなく見てるんだ。え、どういうことだ。実は。なるほどな。じゃあ今頃絶対に泣いてるぜ。それをサングラスで隠してゴミが目にとか言ってるぜきっとそうかもね。どうしたロベルト。いえ、ちょっとゴミが目にサングラスをしていてその言い訳は苦しいぞロベルト。翼のパスはもちろん大したものだが、それより今の石崎のシュートだ。俺が知っている石崎はガッツこそあるが、うまいと言えるほどの選手ではなかった。そんな君が世界の舞台に立ち、ブラジルを相手にゴールを挙げるなんて、あの頃は想像もしなかった。成長したのは翼だけじゃない。石崎、君もあれからずっと練習を重ね成長してきたんだな。これは負けられないんだ。得意のヒールストレミスターボールは友達渡しません。この勝利は後ろへ向け。翼くん、これは得意のヒールか。全力のシュートだ。さらに素早くシュートだ。まさに俺たちの闘志を見たか。決めた。さすがは大舞台に強い男、日本の誇るキャプテン翼くんが見せてくれました。そしてなんとそれをアシストしたのが小学生時代からの翼くんの盟友石崎くんです。ナイスアシスト石崎くん。やったやったぜ翼、さすがだぜ試合前にあんなに真剣に頼まれたからね。今のシュートいつもより気合が入ったよ翼、ありがとうな。俺の無茶な頼みを聞いてくれて。石崎くん、翼も知ってるだろ、俺がどれだけサッカーが下手だったか。それがこの世界の舞台でお前のアシストができるまでに成長できたなんて信じられねえよこれもあの時に翼とロベルトに出会えたからだな。もし出会えてなかったら俺はこんなにサッカーを続けられなかったかもしれない。俺だってロベルトや石崎くんたちと出会わなきゃここまで来ることはできなかったよ特に翼はロベルトのお気に入りだったしな。ロベルトのやつ、今の翼のゴールを見てたらきっと嬉し泣きしてるぜ。それが石崎くん、ロベルトはこの試合を間違いなく見てるんだ。え、実はなるほどな。じゃあ今頃絶対に泣いてるぜ。それをサングラスで隠してゴミが目にとか言ってるぜきっとそうかもね。どうしたロベルト。いえ、ちょっとゴミが目にサングラスをしていてその言い訳は苦しいぞロベルト。翼、お前はやはりすごい。俺が思い描いた通りの素晴らしい選手になった。そして驚きなのは今の石崎のパスだ。俺が知っている石崎はガッツこそあるが、うまいと言えるほどの選手ではなかった。そんな君が世界の舞台に立ち翼のゴールをアシストするなんて、あの頃は想像もしなかった。成長したのは翼だけじゃない。石崎、君もあれからずっと練習を重ね成長してきたんだな。